さて、Your Prison、プレイしていきます。難易度選択、ストーリーに影響はありません。ノーマル、ストーリーを楽しみたい人向け。ハード、ある程度の緊張感を楽しみたい人向け。ホラーアクションアドベンチャーなんで、アクション要素がやや強いっていうことだろうな。私はね、アクションちょっと苦手なんで、申し訳ないが今回はちょっとノーマルを選ばせていただこうと手が滑った。はい、すっと始まりました。岩プリ、岩毛のプリンセス。主人公はグラッツェさんでいいのかな。現状ちょっと人となりはさっぱりわからん。おっさんなのか、それとも青年なのか。アイテム、走り書きのメモ。エイハ村から森の奥へ逃げ込んだ情報あり。あ、連打ちょっと微妙かな。ちと寂しい。では一発目のとてもとてもいいセグ。やっぱこのスマホ UI ってやっぱおしゃれだよな。いろいろあるけれども。で、とにかくなんか逃げ込んだ人を追ってきたのか、それとも逃げてる方なのか。逃げてる方がこんな走り書きのメモは持ってないか。わからん。常時ダッシュは、まあ、いっか。とりあえずやっていきましょう。で、車で森の奥までやってきたと。やっぱ追ってる方かな。もっと奥まで車で行けんじゃないかな。まあいいや。もしかしたらトラップとか仕掛けられてるかもしれないけどね。で、山小屋かな？お、おっさん、いや、青年で通るか。スーツを着ている。森の奥まで。森を、山を舐めすぎだ。山ではないか。なんか言いなさいよ。なんか言いなさいよ。とりあえず中に来まして、汚れた水が入っているな。何かは喋ってくれたけど。シンクに水滴が残っている。っていうと、じゃあ最近使ったっていうことだろうか。調べる。調べるっていうか、押してる。で、奥で、なんか血みどろの誰かが倒れているような気もするけど、倒れてないな。座ってるな。死んでいる。な。息を引き取ってからまだ間もない。追ってるのは殺人犯か何かか。嫌に冷静だな、主人公は。しかし、なんか刑事とかなのかもしれん。いや、まあ、スーツを着てるからそう思っただけで。何か物音がした。なんかが倒れた。逃げたのか今。ああ、ここに繋がってる。これはぶっ壊していったのか。どんな凶悪犯なんだ。きっとマッチョだろうな。ポージング決めながら壁に穴開けてとか、行進曲しそう。なんか今いた？気のせいか。多分気のせい。しかし森の奥までガンガン来ておるけれども、誘われてる。これは何かの罠でしょうかね。あえて引っかかってる可能性も、なきにしもあらず。ここにいたのか。帰るぞ。お前には仕事があるんだ。お前の体はお前だけのものじゃない。わかるだろう。リセッター。帰るぞ。こっちへ来い。嫌だ。戻りたくない。あそこにいたら私はおかしくなる。おかしくなる、おかしくなる。安心しろ。少し休ませるように上に掛け合ってやる。嫌だ。嫌だ。嫌だ、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 嫌だ。リセッター落ち着け。こっちに来ないで。いや、いや、いや。これは、リセッター。やめ。待て。ここは、
俺の。クソ。中に入られたか。中に入られた。なんか、とりあえず追っていた相手は知り合いっぽかったな。協力者とかなのか、休ませるとかなんだとか。そして何よりも入られたか、特殊能力か何かを持っているっぽいけど、とりあえず落ち着いてセーブを数えようか。二つだね。調べる。お父さんの部屋で秘密の鍵を見つけた。これであそこに入れるぞ。何が隠されているんだろう。ワクワクするな。まあ、薄い本とか。父親顔真っ青だな。これは。俺が使っていた熊ですかね。なるほど。手足をちょんぎる練習を。入られたのか。いや、なんだろう。とにかく場面がいきなり変わったからワープなのか、それとも精神世界的なやつなのか、なんかトラウマがどうのこうのっていう説明があったから、なんかそういうのかもわからんが、鍵がかかっている。ぐらついていて、なんだって？今にも壊れそうだ。っていうと、複数回調べて、経験上5回ぐらい調べて、壊れなかったら、多分無理。なんかバールなぎなた、チェーンソーあたりでぶっ壊すんだろう。もしかしたら綿棒で壊すかもしれん。で、箱はいっぱいあって、倉庫っていう感じかな。さっきの山小屋ではないよな。扉。ち、開かない。どうするか。何か来る。グラッゼ。なんかえらく解像度の低い人が来たな。グラッゼ。グラッゼミレ。ここにいるのか。出てこい。あれは、畜生、早く脱出しないと。あの扉の鍵は奴が持っている。どうにかして奪う方法を。知り合いかしら。なんか特殊な知り合いがやや多いね。こっち見つかってな、追ってきてるな。HP は、目に開けんのか。セーブも、できるー。済むかもしれんな、これ。これ見つかっちゃまずいか。あ、ダメージ食らうな。あ、2食らった。いきなり食らっちゃったな。ハードってこれもしかして回復できないとかそういうやつなのかもしれんけど。とりあえずは、なんかある。引き出しは鍵がかかっている。ぐらついていって、何度も力を加えればこじ開けられるかもしれない。これ音でバレちゃうんだ。トラバサミ。トラバサミを手に入れた A キーはアイコンクリックで使用。ほう。トラバサミか。これはトラップだよな。仕掛けるタイプ。アクションってこういう、なんだ、カゲロウ的なやつなのかな。ああ。あ、回収もできる。回収できないんだけど。回収できないんだけど。ダメージ食らっちゃったよ。まあ、とりあえず誘導すればいいんだよな。ほら、こっち来い。こっち来てくれ。誰か存じ上げないが。なかなかこっちを見てくれんの。結構自由にいる。必要経費か。にしてもちょっとダメージ受けすぎた気もするけど。まあ、仕方ない。私だから。扉の鍵を手に入れた。で、トラバサミにかかって、時間経過で外れたりとか。あ、これはもう大丈夫だ。なるほど、なるほど。完全に無力化した。嘘だろ。行き止まり。クソ。グラッゼ。ここにいたのか。お前のせいだ。お前のせいで。やめてくれ。俺は。お前のせいで。母さんは死んだんだ。お前のせいで。親父、ごめんなさい。お父さん、ごめんなさい。殺してやる。殺す。こっちを。早く。
大丈夫？お父さん。ごめんなさい、ごめんなさい。安心して。もう平気だから。ここにはもうあいつはいないよ。うん。ほら。もう大丈夫でしょ？ああ、急成長すんね。あ、ああ。助かった。しかし君は？え、私？ここは俺の精神空間のはずだ。まあ、そう言うんだよね。あれ？入られたっつってなかったっけ？自分で自分の精神の中に入ってきたっていうのか？君は、誰だ？俺の記憶が正しければ君に会ったことはない。あれ？さっき会ったこと別人か？しまった、さっき話した子、どんな子だったか忘れてた。私はアリシア。それ以外は何もわからない。わからない。まあいい。リセッタの能力はまだ研究途中だ。こういうこともあるだろう。待って。なんだ？どこにいる？この空間から脱出する。この先も。あなたをいくつものトラウマが襲ってくるの。ああ、だろうな。ここはそういう空間だ。私も行く。なぜだ？きっと助けになれるから。わかった。来てくれ。ここから出るためだったら何の手だって借りたいところだ。あなたは？名前。ああ、グラッツェだ。シフトキーダッシュ、あ、ダッシュあるんだ。常時ダッシュに変更可能。ダッシュ、おーおーおー。やっぱ、なんだ、最初の方はチュートリアル的なやつだったらできなかったのか。んで、まあ鏡の中はそら当然入れるよね。私だってたまに入るよ。しかしまあ自己紹介して登場人物もいろいろ出てきたけど、人となりは相変わらずわかんねえんだよな。待って。なんだ？そこら中に奴らがいる。奴ら？あっちを見て。今のは、人の心を蝕むものだし、触れないように気をつけて。心が壊されてしまう。私の目を使って、きっと役に立てるから。A キーは A タッチ。姿を隠した者たちを5秒間可視化する。使用後5秒間使えなくなる。お？ああ。お、なるほど。あいつらは普通には見え、あ、で5秒のクールタイムがあってか。なんでこう、あっさり視界ジャック使うんだろうな。いやまあ、精神空間とやらだし、なんでもありか。これはなんだい？体力が回復した。お、これ無限か？永遠の恵みかい？お、とりあえずはまあここで一旦落ち着こうか。うん、とてもとてもいい線だね。これは本当にいい線だ。んで、これはなんだろう、テント、サーカスのテントっぽいな。結構いるぞ。思いのほかいっぱいいるぞ。さて、どう回るか。適当にぐるぐる回ってると、あいつらに、いや、この5秒のクールタイムっていうのが結構鍵かかってんな。絶妙だな。あ、消えた、目の前で消えた。そんなに足は速くなさそう。こっちを見つけて、速くなるわけでもないのか。歩いてんのはランダムなのかな。あ、ぶつかった。ちょうど見えないタイミングだ。で、ぶつかると、少しの間だけ見えるか。一応無敵時間みたいなのもあるかもしれん。で、コーヒーカップ。いや、ティープカップかもしれん。楽しむことはできないし、なんか調べられるとこはさっきから Z キーを押せみたいなのが出てくるから、多分近づいて何も出なきゃ意味はないと思うんだよな。走るのもやや危険か。ただ、ちょっとぐるっと見る感じで、外には行けん。また鍵か。でかい南京錠だと。
さて、ああ、やっぱいるね。いろいろいる。メリーゴーラン。メリーゴーラウンド。あ、目の前に消えた。遊園地と取るべきか、サーカス取るべきか、上。何かがおったような気もするが、城だな。やっぱ遊園地か。エレクトリカルなパレットか。ないかね。噴水もあって、日中は結構賑わってそう。普通に綺麗な場所だな。あっひゃ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 。ビビってやがんの？あっひゃひゃひゃ。扉が。呆れたもんだ。ここは精神空間だぜ。扉くらい喋ってもおかしくないっつの。まあ確かに割と何でもありだよね。バーガー。くそ。なんなんだこいつは。煽り体勢低くないかグラッツェ。ねえ扉さん。おひょー。かわいこちゃんだ。なになに？何でも聞いてよ。私たち、この世界から出たいの。きっとあなたの向こう側がこの世界の出口になっているんだよね。そうなのか？なんか、いろいろ知ってんね。おっさんは喋るなよ。おっさんだと、私はまだ47だ。俺は今、かわいこちゃんと話してんの。お願い、ここから出してくれない？ダメダメ。俺はリセッタと約束してんだ。リセッタか、これが、この空間にグラッツェを迷い込ませた。自身も入ってるんかな。友達か。絶対に出さねえぜ。お前らの精神がぶっ壊れるまではな。そんな。もういい。行くぞ。こんなバカ相手にしてられん。別の手段を探す。おお、そうかい。好きにしな。ま、ここに俺以外のに出口なんて存在しないけどな。せいぜい頑張るよ。煽ってく。そして、煽り体勢マジでないな、このおっさん。やっぱりよ、条件次第では考えてやらんでもないぜ。何をだ？決まってんだろ？こっから出す条件だよ。聞こう。リセッタのことだ。お前もよく知ってるだろ？あの子の精神はぶっ壊れかけてる。おそらく廃人になる一歩手前ってとこだ。度重なる実験と拷問でな。拷問か。この空間はよ、お前の精神空間でもあり、あの子の精神とも深く繋がった場所だ。なるほど。つまりよ、あの子の精神に直接触れることができるってことだ。あの子はひどく苦しんでる。誰かに助けを求めてる。あの子を助けてくれ。そしたら出してやるよ。どうやって？知るか、てめえで考えろ。ねえ、リセッタって。話す必要はない。そう。わかった。ここは人のトラウマや罪悪感が形になって現れる場所。きっとその子を苦しめている何かも、どこかで形になって現れているはずよ。それを探してみよう。ああ、わかった。ああ、グラッツェはクールなようでありながら、まあなんていうか余裕がない感じだよな。で、アリシアはわかんねえとか言ってるけど、この空間のことはよく知ってるから、扉と同じような存在なのかな。リセッタが作り出した何か。扉やアリシアにとってリセッタは、主人っていうことになるんだな。で、あ、ちょっと確認したいな。使ってる。あ、エリア移動すると、クールタイムはないな。で、あの影にぶつかったら、体力の減りは、1かな？あー、なるほど。こいつらは大したことないか。だからさっきの解像度低い人に襲われると、やや向こうは中ボス的なやつだったから、ダメージはでかいと。さて、しかしどこへ行ったものか。どこへ行ったものか。なんかめっちゃ矢印ついてる。矢印はこっちに行ってる。あ、違う。あ、なるほど。私これなんか建物かと思ってた。なんか登れねえなと思ったら。これ降りるのか？凹んでんのか、ここ。
で、地下に行くと、これは、牢屋と電気椅子かな。あ、タイルだし、これ風呂場かもしれん。マッサージ機かな。これぶら下がり健康器だ。で、隣には、銭湯でよく見かけるチェーンソーを持ったピエロと。なんか、今年すごい、ピエロと縁があるんだよな。ピエロっていうかサーカスと。扉の鍵を手に入れた。扉はここ、ここ。まあ、当然のごとく嫌な予感をするからセーブするけれども。君さ、その横幅だとこの扉出らんなくない？いや、まあ、いいけど。また会える日を楽しみにしておくぜ。誘導してくるんだ、この矢印。何かの大いなる意志を感じる。で、こっちに入ってきまし。ヒュー、出られるんですね。開かない。鍵がかかってるようだ。扉に何かをはめるようなくぼみがある。くぼみか。なんかのエンブレムかね。あー、聞くー。まあ、とりあえずこっち行こう。さっきのチェーンソーピエロは、まあ、どこかで会うことになるんでしょう。あ？エリア移動じゃないの？なるほど。見えない。あ、見えない。なるほど、なるほど。私なんとか。なんとか。まあ、使わなくても見えるっちゃ見えるね。割れた石板を手に入れた。割れた石板でまだ何かに襲われるっていうことはない。私ね、割とね、いつピエロが来るかなって、いやいやビビってはいるんだけど。あー、来た。壁ぶっ壊してくるー。これで開かない。おっと、さすがにチェーンソーは一撃なんじゃないかな。バイオの。タイミング次第。いや、一撃ではなかった。グラッセさん、大丈夫？さっきのやつは？こっちへは来ないみたい。くそ。もう15年も前だぞ。昔、何かあったの？いいんだ。行くぞ。うん。わかった。また、現れるかもしれない。気をつけていこう。15年前に、チェーンソーを持ったピエロと何があったんでしょうね。すごい特殊な人生を送ってる感あるけど。まあ、特殊な人生を送ってるからこその今の状況が、ダメージは3、でかいね。まあ、さすがにチェーンソー、でもチェーンソーで3って大したことない気もするな。いなくなってるか。寝室鬼没だな。ああ、いける。ここに隠れていたのか。割れた石板。片割れが見つかった。この部屋、まるで拷問する場所みたい。だね。これも、あなたの記憶が形になった場所なんだよね。リセッターを拷問していた場所かな。回復ポイントだ。やったね。結構回復ポイントいろいろあるな。ただ、これから少なくなっていくのかね。ハードはどう変わるんだろう。割れた石板、もう片方があるかのように割れた石板だ。まあ、かける2だから、このまま使えんのか。あ、もしくは自分がピエロの格好をして、なんか銀行強盗か何かをしたのかもしれんね。そういうやつかもしれん。でも、足は洗ったぞと。んで、この石板は、何に使えるかっていうと、あそこか。あの、はめ込むところか。手に入れた二つの割れた石板がくぼみにはまりそうだ。扉の鍵が解除されたようだ。解除されました。よしよし。砂嵐。さて、話す気にはなったか？なかなか屈強な男でも正直驚いているよ。あの拷問を受けてなお、その態度とはな。泣き顔一つ見せやしない。
さすがテロ集団の幹部なだけはあるな。いいから早く殺せよ。俺は死んでも喋らねえ。うん。肉体的な拷問では屈しないのは分かった。リセッターを部屋に入れろ。は？なんだそのガキは。リセッター。頼む。ぐわ。ああ。やめて、やめて。やめてくれ。リセッターは拷問されてたんじゃなくてする側だったのか。特殊能力で、かな？9624、黒西。おや、これは、お、来るのかい？その腕で、ブチュッとやっちまうのかい？かかってこいや、逃げも隠れもせんぞ。なるほど、出方は分かった。そのままでは開かない。黒の影に開け方を教えてもらうんじゃなくて開けてもらうとか、そのパターンか。拷問をする。拷問をするだろう？相手と精神をつなげて壊す。で、その壊すことに、まあ、両親の呵責とかかね。で、リセッタはひどく病んでいったと。黒西。まあそうとも限らんけど、割と危機として壊していた可能性もゼロではないけどね、現状。リセッターがどういう存在なのかよくわか。マネキンですね。随分と、ルンルン、楽しそうなマネキンたちだが。一体動き始めたりとか、マネキンに対してもトラウマが、能力なくても見えるんですが、この半透明の方。当たっても大丈夫か。なんか、ちょっと当たり判定はあるんだけど。なんだろ、これ。なんで、消えたんだろう。まあ、いっか。多分、私が疲れているだけだと思う。さて、じゃあ、セーブをさせていただいて。柱。ずいぶん、なんか、ランダムな配置が。あ、けど、上のマネキンと対応してるかな。謎解きとかかもしれん。かもしれん。どっかにスイッチがあったりとかは、ああ、とりあえずはわからん。エレベーターを呼ぶためのスイッチだ。あ、電気は来てんの。少し時間がかかりそうだ。時間がかかりそうって言うと、時間いっぱい逃げろっていうことか。で、また来やがるぞと。動きが不規則だな。ずっとついてきてくれるんだったら、逆にむしろ逃げやすいんだけど、ランダムってマンで辛い。あ、一発もらっちゃった。一発三ダメージっつうことは、四発食らったらアウトか。一応三発までなら一で耐えるから。あ、来たっぽいね。間に合うか。やったか。扉閉まるの早いな。大丈夫だ。お、気遣うのか。なんかそんな人間だとちょっと思ってなかった。割と冷徹かと思ったんだけど、余裕がないだけなのか。ええ。俺の頭の中の存在を心配するなんてな。馬鹿げた話だ。あの大きなピエロは、俺のトラウマなんだ。え、子供の頃、ピエロの格好をした男に誘拐されそうになったんだ。金持ちだった親父に身代金を要求するためにだ。未だに、あの狂った格好を見るだけで、フラッシュバックする。それだけのことだ。行くぞ。父親は金持ち。父親って多分最初トラバサミで引っ掛けた人だよな。父親も多分トラウマなんだよな。なんか母親がどうのこうのって、国民の命がかかっているんだぞ。もう、やりたくないだと。そんなわがままが
通ると思っているのか。2よき、3よき。なんだ、これは尋問みたいないじめかなと思ったけど、タケノコニョッキだったね。正式名知らんわ。誰も傷つけたくない。誰にも命令されたくない。お願い。もう私を自由に。自由にしてください。普通の鍵を手に入れた。鍵か。グラッツェさん。あの子。リセッター。国家の平和を保つためには、欠かすことのできない存在だった。彼女の能力は、人の記憶や思想を読み取ることができる。正義のために使われるべき力なんだ。本当にそうかしら？何？その力って、ただ心を読み取るだけではなかったんでしょう。心の中に入られた人たちは、その後どうなっていたの？心が壊れてしまうんでしょう。ああ。彼女はきっとそれがとても辛くて苦しんでいたんだよ。自分の意志とは無関係にそれを周りの大人に強要されること。君には関係のないことだ。さっさとここを出るぞ。ああ、グラッツェの考えてることはよくわからんけど、まあ、気づいてはいそうだよな。いい人なのかどうなのか、現状判断はできない。いや、いい人っていうことはないか。国家のためにって言って、リセッターを利用しておったわけだしね。で、やっぱりリセッ、なんか今いなく、いるー、いるー。トラウマ外出てますね。ここは安全地帯だと私は信じておるよ。おるんだけど。知らん？ちょっと私にとってもややトラウマではあるぞ。ピエロはね、やっぱ怖いんだよね。狂った格好とまでは言わんけれども。で、また矢印か。すっごい特殊な会場っすね。粉々に砕けましたけど。